はい、それでは最後の工程いきます。最後の工程はまずジグの、まあ、表面鳴らすためにこのパテ盛りをして、でこの耐水ペーパーで綺麗に鳴らした後、プラサフ、これは車両用かな、まあ、これでサフを拭いて、でまた綺麗に鳴らして、でこういう市販のテープを貼る。これはまあ釣り道具屋に売ってあったものなんですけど、これはちょっとアリエクスプレスっていう、まあ中国になるんかな、まあそっから買ったものになります。これも使えるかなと思ってちょっと試してみます。でこれ貼り終わった後はコーティングなんですけど、これウレタンコート X または MJ、 この辺ちょっと試して、でまあエポキシコーティングっていうのもあるみたいなんで、ちょっとこれ使ってやってみようと思います。で、もう一つこれを使って、まあこういう転写ホログラムシート、のり転写っていうのもちょっと一つやってみようかなと思います。それでは作業に移ります。
はい、それではこんな感じで4本とりあえず仕上がりました。ちょっと見ていきましょう。これ最終、これはシール、市販のシールを貼って、スーパーウレタンコート X かな、これを 4,5 回ドブ付けしたものになります。これはもう問題なく使えそうですね。ごっつい綺麗な感じで、問題なしじゃないですかね。これとこれ、これは乗り転写、両方乗り転写したものになります。まあ綺麗は綺麗けど、ちょっとウレタンコートした時に浮きが出たかなって感じがしますね。あとドブ付けする時はちょっと薄めた方が良かったのかなって感じですね。シールではこんなことなってないんですけどね。ちょっと浮いて、この光沢というか光具合もシールの方が上かなって感じがしますね。あれですかね、エアブラシでちょっと拭いた方が、薄めて拭いた方が綺麗に仕上がるのかな。その後ドブ付けかなっていう感じかな。はい、でこの1個はちょっとMJ を、アリエクのシールを貼った後、MJ、ウレタンコートの MJ っていう方にドブ付けしてみたら、こんな感じでひび割れしてしまいました。MJ はちょっと強すぎたみたいですね。まあ、これはちょっと実験をしたくて、まあ、MJ は多分ひび割れするだろうなと思いながら付けてみたものになります。まあ多分このホログラムシートを転写した方も、MJ だったらもっとすごいひび割れ浮きが出たんだろうなとは思います。でその後、まあちょっと色つけようかなと思って、今度このマーカーでパーッとこう色塗って、ちょっとぼかしをこれで入れた感じになります。たらまあこんな感じに案外綺麗に、まあこの辺ちょっと変ですけどね、この辺はこんな感じになりました。でエポキシコーティングっていうのをこれにはしてみようと思って、全体にムラなくエポキシを塗ってみたら、結構この被膜が厚くてですね、テカテカにかなり綺麗にコーティングできたように思います。まあちょっとこう表面触ったらデコボコもあるんですけど、まあ、使う分には問題ないかなという感じですね。はい、なんでまあ少量するんだったらエポキシでもしかしたら十分かもしれないですね。でまあこっから最終、ちょっとこのフックアイのところをきれいに掃除して最終終了しようと思います。で最終コストなんですけれども、コストかかった値段がこちらになります。はい、型取り費用なんですけどこんな感じですね。で、まあ参考場所って書いてるのは価格の、まあ、参考にした、まあ、Amazon であったり釣り具屋であったり、まあ、100均であったりという感じで、そこの値段を参考に価格を出しています。で、その横の丸印
丸印は、まあ一般家庭にありそうなものということで、まあ丸をしてます。で、最終的にその一般家庭にありそうなものを差し引いた、合計が、まあ、7270円と。まあ、型取りではそのぐらいかかりますよということです。で、まあ、ジグなんかはまあ、作ろうと思ってる人はもう、まあ、ジグの一つや二つは持ってるかなと思って、まあ、丸をつけています。はい。で、次です。次は部品作り。部品作りはこんな感じですね。で、まあ、部品作りで使ったホログラムシート。これ目作るときに使ったものなんですけど、まあ、これはアリエクスプレスという、まあ、アプリになるんですかね。そこから、買ったものになります。で、まあ、熱転写用のシート、ホログラムシート、これがだいたい120mで、安いものだったら800円とか、送料込みで800円ぐらいであったと思います。まあ、それ一つあったら、まあ、かなりの量ができるのではないでしょうか。で、続いて、はい、鋳造ですね。鋳造はこんな感じです。で、まあバーナーかコンロっていうところなんですけど、まあバーナー一つあったらとりあえず鉛は溶かせるので、これはバーナーだけの値段を表示してます。で、硬質鉛 5kg っていうことで、まあまあこれもまあいろいろ出てるんですけど、まあ5キロあったらかなりの量ができるんで、とりあえず5キロで価格を出してます。で、ここでの値段が9050円と。続いて仕上げの費用がまあこんな感じですね。まあここではまあさすがに一般家庭にありそうなものはないですけど、このウレタンコート、これなんですけど、まあこれをエポキシとかに変えたらもっと値段は下がるかなといったところですね。で、最終合計でまあ21,900円と、今回こんだけかかりましたよということなんですが、まあまあ初期費用としては案外いったなーっていう印象ですね。ですけど、まあ今回ジグは4つしか作ってないんですけれども、まあ鉛の残りであったり、まあシリコンもかなり余ってるので、違うグラムの型が取れたりとか。で、今回ジグが 120g 作ってるんですけど、まあ硬質鉛 5kg あったらまあ40個はできるんじゃないかなっていうことで、まあかなりの量ですけど、結局使うんであれば店で買うねの半額ぐらいでは作れるんではないでしょうか。まあ、大量にこっから先ジグを使う人なんかはまあ自作もありなのかなっていった感じですね。まあ、楽しみの一つでもありますし、まあやってみてもらいたいかなとは思います。で、まあ今回、ジグ4つ作ったんですけれども、まあもうちょっとでまあチャンネル登録者が1000人ということなんで、まあそれまでにもっと、ジグ作りをまあ練習して、まあ1000人超えた時にはね、ちょっと
自作ジグのプレゼント企画なんかも、していけたらなっていう感じで考えてます。はい、それでは、こんな感じで、長々ジグを自作してきたんですけれども、この回で自作ジグは終了ということになります。ぜひ皆さんも、自作ジグチャレンジしてもらえたらなと思います。はい、よかったら、この動画、グッドボタン、またはチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。